精神入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ。荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け、うん、やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親父さんのことをふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う、お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。